に向かう。大丈夫よ、きっとうまくいくわ。ここを仕掛けます。くらえ、くらいなさい。ねえ、殺す準備はできてるか。ね、みんなの個性を生かせた戦いでした。素晴らしいです。団長さん、私ミントと言います。フラワーナイトとしての努力は惜しみません。どうかよろしくお願いします。攻撃に食らえって。食らいなさい。個性を生かせた戦いでした。素晴らしいです。Oh, yeah!
られないっての。受けてみろ。いい気味だわ。それにしても、これで全然寒くないとは。ウィンター雪原の世界花と呼ばれるくらいですからね。雪に覆われていない場所がまずありませんし、吹雪が絶えない地域も少なくはないですかね。うわぁ、考えたくもない。そこで運命の出会いがあったら、少し困ってしまいますわね。ご主人は寒くないです？くしゃみ一つしないなんて、さすが団長さんです。そんな格好でも平気なんですね。鍛え方が違いますね、団長様。ナズナがそんな格好をしていたら絶対に風邪ひいちゃいますよ。すでに十分薄着のような。
いでした。素晴らしいです。外しません。くらえってろ。くらいなさい。みんなの個性を生かせた戦いでした。素晴らしいです。皆様下がってください。ここはこんな程度鍛錬の成果が青だんだん下がってしまう。自分の未熟さに恥じて痛い痛い。ここはこんな程度行くよ青。おしまいだ。外します。見せてやるんだから。送ってあげるわ。純喜、みんなの個性を生かせた戦いでした。素晴らしいです。先に向かいましょう。さてみんな気を引き締めてくださいね。外しません。くらえっての。くらいなさい。せい。悪いか、その命ここで散らしてもらうぞ。団長に質問。なんで害虫って私たちを襲うんだ？みんなで楽しくやればいいのに、そう思わない？一体害虫は何を考えてるんだ？わからないな。悪い部下はいない。リンゴちゃんを知ってますか？頼りにされてる自信はあるのだけど、恋愛相談は受けたことないんですよね。